この動画では外側側副靭帯損傷と長径靭帯炎についてお話していきたいと思います。今回のテーマとしては膝の外側から膝の安定性を保つ外側支持組織について扱っていきたいわけですけれども、今回扱う外側支持組織としては外側側副靭帯 LCL、 大腿二頭筋腱 BFT、 長径靭帯 ITB についてお話していきます。それらの解剖と正常像についてお話しした後、疾患について扱っていきます。今回扱う疾患としては外側側副靭帯損傷と長径靭帯炎の画像所見をベースにお話していきたいと思います。キーワードについてはこれらのキーワードについてお話していきますので、これらのキーワードに興味がある方はぜひここから先の動画もご覧ください。それでは始めさせていただきます。それでは靭帯の基本解剖について見ていきたいと思います。外側側副靭帯 LCL はラテラルコラテラルリガメントの略で、大腿骨の外側上下から始まり腓骨頭に向かっていく靭帯となっています。この靭帯は膝の内側から衝撃が加わり外にひねってしまう内反と下伸展を防止する靭帯で、膝の安定性を保つ非常に重要な靭帯となっています。後十字靭帯と同様非常に太い靭帯で、またその長さが短いため断裂の頻度は少ないとされています。続いて重要な外側支持組織として大腿二頭筋腱 BFT があります。こちらはバイセプスフェモリステンドンの略で、膝の後ろの筋肉であるハムストリングスの一部である大腿二頭筋からなる腱となっています。こちらのスライスではこの部分が大腿二頭筋で、ここから腱を形成しこのように腓骨頭にくっついています。大腿二頭筋は座骨結節からスタートし腓骨頭に向かう長頭と、大腿骨の祖先から出てきて腓骨頭に向かう短頭があります。こちらの図では座骨結節から腓骨頭に向かう長頭が描かれていますが、この奥に大腿骨からスタートし腓骨頭に向かう短頭があります。この2つの筋肉は合同腱を形成し、この部分から腓骨頭に向かってくっついていく重要な腱となっています。外側側副靭帯 LCL と大腿二頭筋腱 BFT はこの黄色の線で示す大腿二頭筋腱の端っこのスライスで、このような V 字のビューを形成しながら腓骨頭にくっついていきます。この V 字のビューのうち前側が LCL、 後ろから側が BFT となりますが、この四条段のスライスではこの腓骨頭の裂離骨折やこの部分の損傷が観察しやすいため、外側支持組織の損傷を疑う MRI 撮影では撮影する方針技師としてはこの大腿二頭筋腱の付着部まで四条段を含めて撮影することが大切だと思います。膝の外側支持組織の中でもう一つ重要なのが長径靭帯イリオティビエルバンドです。こちらは非常に大きな靭帯で靭帯最大の靭帯と呼ばれています。等速は大腿筋膜長筋と大臀筋が付着し、このように非常に長い経路をたどり頸骨外側への付着部をガーディー結節と呼びます。 MRI では冠状段が見やすく、前の方のスライスでこのように一本の靭帯として描出されていることがわかります。それではここまで学んだ解剖をスクロール画像で見ていきたいと思います。脂肪抑制のプロトン密度強調画像の冠状段ですが、この部分に室外骨があるため前から後ろに向かってスクロールしていきます。そうするとこの部分にで非常に太い靭帯がありますが、こちらが長径靭帯となります。このような非常に太い靭帯で頸骨の外側に付着していきます。さらに後ろのスライスに行くと、このスライスで外側側副靭帯 LCL が観察され、外側上下からこのように腓骨頭に向かって走行しています。さらに後ろにめくっていくと、この部分に大腿二頭筋がありますが、そこからこのような太い腱が観察され、こちらが大腿二頭筋腱 BFT となります。膝の外側支持組織は非常に複雑な構造をしていますが、この長径靭帯、外側側副靭帯、大腿二頭筋腱の3つはまず重要な解剖として押さえておくと良いと思います。それでは外側側副靭帯損傷の症例を見ていきたいと思います。こちらの症例は20歳男性で、アメフト中に右膝をひねり受傷したエピソードの症例です。
脂肪抑制のプロトン密度強調画像と G2 スター強調画像で、外側側副靭帯の大腿骨付着部に高信号があります。さらに周囲には不死性の主張を伴っており、この黄色の矢印の部分に損傷があると考えられます。こちらの症例は外側側副靭帯の筋緯付着部にレズリ骨折が生じた症例です。黄色の部分にレズリ骨折がありますが、外側側副靭帯の場合も強大な引っ張る力が生じた場合にはこのようなレズリ骨折を生じます。またこのようなレズリ骨折はレントゲンでもわかるため、レントゲン画像にもしっかりと情報があるという意識で画像を見ていくということが大切だと思います。こちらの症例は外側側副靭帯損傷に加えて前十字靭帯損傷も合併した症例です。T2 強調画像で外側側副靭帯が不死性に腫れていることは明らかですが、視上段で観察してみると前十字靭帯損傷も合併しています。外側側副靭帯は非常に短くて太いという特徴がある靭帯で、4本の十字側副靭帯のうちで最も断裂の頻度が少ないとされています。よって外側側副靭帯の損傷や断裂が起きる場合は、交通事故などの非常に強力な外力によって断裂していることが多いため、このような前十字靭帯損傷などの複合靭帯損傷が多いとされています。外側側副靭帯の損傷では手術が行われることはほとんどありませんが、このような前十字靭帯損傷も合併している場合には、このような前十字靭帯の再建術が優先して行われます。続いての症例は56歳男性、マラソン完走後に膝の外側に痛みが生じたというエピソードの症例です。脂肪抑制のプロトン密度強調画像の冠状段で、こちら長径靭帯ですけれども、長径靭帯と大腿骨の間に液体潮流が見られます。マラソン完走後という膝のオーバーユースのエピソードから長径靭帯炎と診断された症例です。長径靭帯炎イリオティビアルバンドフリクションシンドロームは、膝の屈伸により長径靭帯が外側下に対して前後に活動し、このフリクションというのは摩擦という意味がありますが、この部分の繰り返す摩擦刺激による局所炎症像を示す疾患です。オーバーユースシンドロームの一つされ、長距離ランナーなどに見られランナーズニーなどと呼ばれます。下り坂の走行で増悪するとされ、膝の外側に痛みがあり下り坂で痛いといったキーワードがあった場合には、この疾患を疑うと良いと思います。 MRI による撮影では、この長径靭帯と大腿骨外側下の間のこの部分に液体潮流があるかによって診断がされ、脂肪抑制をしながら水を高信号にするシーケンスが有用です。例えば脂肪抑制のプロトン密度強調画像や脂肪抑制の T2 強調画像などが診断に有効と考えられます。こちらの症例は70歳女性で、長径靭帯炎と外側側副靭帯損傷を合併していた症例です。こちらの症例でも脂肪抑制のプロトン密度強調画像の水を浮き立たせるシーケンスで、大腿骨の外側と長径靭帯の間にこの部分の摩擦刺激が原因と考えられる不死性変化が観察されます。また外側側副靭帯を丁寧に折っていくと、この腓骨頭の付着部にも高信号が見受けられます。膝全般に言えることですが、やはりしっかりと正常な画像を頭に叩き込むことが大切です。そうすることによって正常と少し違うなという感覚から疾患を見つける目というものが養われてくると思います。それでは今回の動画の内容についてまとめていきたいと思います。今回は膝の外側新組織について扱ってきました。非常に重要な3つの解剖構造として、外側側副靭帯、大腿二頭筋腱、長径靭帯の3つを扱いました。特に撮影する放射線技師としては、この大腿二頭筋腱の腓骨頭の付着部まで視上段を含めることが大切で、その視上段によって外側側副靭帯と大腿二頭筋腱が V 字に付着するビューを得ることができますので、撮影する際に意識すると良いと思います。またこれらの解剖構造に関連する疾患として、外側側副靭帯損傷と長径靭帯炎について扱ってきました。
このような正常解剖を意識しながら人体の信号変化、また上頸靭帯炎に関しては大腿骨と上頸靭帯の間の不自然変化により液体潮流を観察することが重要だと思います。以上が今回の動画の内容のまとめとなります。今回の動画が皆さんの普段の業務に少しでもお役に立てれば幸いです。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは放射線技師向けの動画を発信していきます。一流の放射線技師を目指してためになる分かりやすい動画を目指していきます。気に入ってくださった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。